昔、おじいちゃんと散歩したのを思い出すな。気持ちいい。田舎に引っ越すのは不安だったけど、なんとかなるかな。あとは手芸部に入って楽しい学校生活を。あ、タコ登ってくるよ。ほら、この入部届に名前が書くだけたい。簡単やろ。入る？入ります。だから早く通って。部活ってもしかして魚釣り？ピンポーン。堤防部へようこそ。救急車呼びましょうか。スポーツ全くやったことないインド派だから。いただきます。こんくらいでへばるなんて体力なさすぎだろ。ほら、デコしっぽ覚えてない？完成。堤防部のモットーは釣ったら食べる。あれは大野にはやらないって言っただけで。そんな儀式とか伝統ない。丸ごと骨まで食べられるから。明日は明日、私は私、ほら光みなの揺れている。放課後堤防日誌2020年4月、放送開始ばい。よろしくお願いします。Easy, easy. Oh, okay.